イスケンデルンはトルコの地中海沿岸にあるハタイ県の都市及び地区である。当初の地名はアレクサンドリアに愛サス、後の時代にアレクサンドレッタと改称された。原始長は後世発展党のザイフィディンギルである。創設時はアレクサンドロス三世にちなみ、アレクサンドリアと命名されたが、エジプトにあるアレクサンドリアと区別するために、 カッパーアルファータウシグマシグマニュート語尾に付けられ、ベータイオタシグマシグマ、アルファミューベータシグマウプシロン、アルファミューベータオメガシグマアルファー、スカビオサという語尾に変化していった。他の古代名には、アレクサンドリアマイナー、アレクサンドリアパルバや、アレクサンドリアオブキリキアがある。10世紀、アレクサンドリアスカビオサは、アレクサンドロとカンビソウという二つの名前による再解釈に基づき、 アレクサンドローカンボウソウという地名で呼ばれるようになり、その後、後に、ノキティアエピスコパトゥームで発見される地名である、カンビソポリスと呼ばれるようになった。中世の始まり、欧州の巡礼者は、ローマ形式のアレクサンドレッタという愛称を使っていた。ムスリムがシリアを征服した後、アレクサンドローのアラビア語表記によるあるイスケンダルーンと解明された。この名前は、 オスマン語のイスケンデルーンと、さらに、トルコ化され、現在はトルコ語表記のイスケンデルーンとなっている。英語では、トルコ語名の名りである、スキャンデルーンもしくは、スキャンダルーンと、時々呼ばれる。ヌール山脈のふもとにある、イスケンデルーン湾の当地中海沿岸にある。発展している、商業中心都市で、破体県における、最大都市の一つで、県とアンタキアと同規模である。 また、トルコ最大規模の港があり、トルコ最大手の製鉄会社の一社である、イスデミール社が本社を置いており、重要産業地点にもなっている。現代的な生活風景であり、ヤシの木が並ぶ海岸沿いには、ホテル、カフェ、レストランが並んでおり、観光客向けの種類ある施設がある。地中海における、この地域の気候は、夏の湿気も気温も高いため、 海水浴の需要が高い上、郊外への退避も多い。強風が吹き荒れる時期は、ヤリッカヤと呼ばれる。郊外は広大な果樹園になっており、主にオレンジ、ポンカン、レモンが生産されているが、マンゴーのようなトロピカルフルーツも生産している地域がある。冬は温暖で湿気がある。イスケンデルーンのアズガンリック地区おそらく位置は異なるが、イスケンデルーンは、 アレクサンドリアードイッソムに名前は由来している。この地域は、アレクサンドロス3世が、紀元前333年、シリアゲートへの要所で、イッソスの戦いで勝利した戦場から南へ 37km に位置するミリアンドラスにとって変わる、形で創設した。アレクサンドロス3世は、イスケンデルーンのエセンテペ周辺にある高台で駐屯し、都市の建設を命じ、 アレクサンドリアという都市名をつけた。エジプトにあるアレクサンドリアのようなアレクサンドロス三世が創設した多くの都市の一つである。このようにシリアゲートを置いて重要な場所であり、破体圏やアレッポを開拓するのに最も役立つ拠点になった。アレクサンドリアスカビオサは、キリキアセクンダ氏とカンクショ族のアナザルブス族司教が管轄しており、司教には、セ聖、ヘレノス、セ聖、 アリスティオン、セイテオドール、その他殉教者、単性説論者であるパウルスがいた。カンクは亡くなっており、現在カトリック教会の名目上の教区リストに列せられている。このリストでは、カンビソポリスという長い名前になっているが、教皇年間では正しい古代名が付けられている。イスケンデルンの殉教者非この地域が未だにオスマン帝国の戦争下だった頃、1606年に、 クユク・ムラドパシャ将軍は、ジェラーリー・カンブラトグルによる、農民放棄を制圧した。オスマン帝国は都市を強固にし続けており、17世紀、初頭に建設された城壁が残っている。イングランド海軍牧師であるヘンリー・テオンジは1675年に、自身の日記にこの都市を取り上げている。1832年、エジプトのムハンマド・アリー率いる軍が、ベレン峠を横断し、 アナトリア半島を攻撃する際にこの地を通っている。オスマン帝国時代後期においてバグダットやインドとの交易主要地点して発展し、エジプトの交易路ができるまで非常に重要な拠点となった。また当初はジェノバやベネツィアの貿易商人に拠点を提供していたが、後に西欧北欧の貿易商人にも提供されるようになった。イギリスのレバント会社は 従業員の高い死亡率にもかかわらず1825年までの200年間、この地に代理人や工場を維持し続けた。19世紀の間は、港が発展し、1912年に鉄道が建設され、アレッポへの道路も整備された。第一次世界大戦勃発時、イギリスは、オスマン帝国の国土分割を企て、ホレーショハーバート・キッチナーは、 イギリス軍が使用するための港やイラクに通じる鉄道を確保するのに不可欠なアレクサンドレッタへの進行を提案した。また、キッチナーはイギリスからインドへの所要時間を大幅に短縮するためアレクサンドレッタに新たな鉄道を敷設することも計画した。この問題をより詳しく議論するために設立された文宣委員会というイギリスの部門間集団はこの 目的ならハイファの方が好ましいと結論付けた。1938年7月5日にイスケンデルンへ入ったスークルーカナトリ大佐率いるトルコ軍第一次世界大戦終戦時におけるオスマン帝国解体の中でイスケンデルンを含む破隊のほとんどはフランス軍に占領された。1921年から1937年まで国際連盟フランス委任統治療シリアにおける フランス統治のシリア内にあるアレクサンドレッタ地区の一部になった。後に、派隊独立共和国設立につながり、1939年に住民投票でトルコ共和国に編入された。イスケンデルン特有の料理には、キュネフェというチーズが入った温かいデザートがある。メインディッシュには、 トルコ定番の料理であるドネルや他のケバブを平べったいドルムでくるんだ料理やラフマージュン、アンタキヤの影響を受けた、キッビ、酸味のあるザクロで作ったドレッシングをかけたサラダがある。特にイスケンデルンでは、質の良い魚やエビが取れる。イスケンデルンは、グルネーガゼテシシの地域である。ありがとうございます。